い形のペースなフォームで走ってますね。東海の塩澤が前、そのすぐ後ろにフレッシュウィーンズの青山です。今順天堂大学の1年生の三浦の姿も見えました。サラサラな髪をふわふわっとなびかせながら真ん中分けの三浦、ちょうど小の集団の真ん中を走っています。その右前に環境の一角、駒沢大学の1年生白鳥、この1年生2人が集団のややセンターライン寄りを走っています。さらにその横に城西大学の姿も見えています。城西の3年生砂岡も力があります。さあ6キロ、高田が大木の後の前を間もなく通過して今6キロを通過しました。6キロの通過がだいたい18分7秒、この1キロがまた3分2分59秒というペースになって、今先頭を走る塩澤がちらっと見たいところです。21人はまだ大きな集団です。朝の日差しを浴びて第一京浜を走っています。ではメンバーをこの後またご紹介していきましょう。駒沢までご紹介しました。次は草加です。1年生4年生、失礼、1区4年生の福田力があります。2区に2年生の留学生フィリップ・ムルワ、3区2年生葛西、4区に去年10区で区間新記録をマークした島津を起用してきました。そして5区山登り得意な三上ということで、2年連続のシードを狙う創価大学です。特にね、去年10区の鮮烈な区間ね、そうでしたけど、島津選手の走りは記憶に残ってますが、今年は4区、まあ、3区に主力を投入している大学と4区とちょっと分かれていると思うんですが、創価大学は島津選手4区に投入しましたね。和田さん、この最近のこの往路の1区から3区さらに4区という考え方、このところってのはどういうふうに和田さん見てらっしゃいますか？ここ数年で4区の組が変わってから、4区にやっぱエースクラスを配置するようなチームもやっぱ出てきましたけども、やはり今回のオーダーも見てても、3区に、なんかエース級をなんか配置して2区3区という戦略をねっていうふうに考えているというのは、やはりまだまだ多いな。まあ、さらに今日のエントリー変更ですと、もう4区をかなり各学校がガラッと変えて、ここかなり様子見たような感じがありますよね。3区は下りがちですけど、4区は後半上りますので、はい、その選手の特性、適材適所ということもあるんですけど、はい、今和田さんおっしゃったように2区エースという考え方と、2区と3区を2つセットで考えるという考え方もあります。同じように5区山登りのスペシャリストエースという考え方と、はい、4号セットですね、はい、この2つの考え方がちょっと分かれていると思いますね。各学校のですから考え方が非常にこうよく分かる、はい、見えるオーダーということなんですね。そうですね、まあ、それがどこの大学も今回はそれぞれの持ち味を生かした区間配置をしてますね、はい、今左手に JR の新しい駅、山手線の高輪ゲートウェイの横を過ぎて、まもなく今 6.8 キロ、7キロ品川駅が近づいてきているという第一京浜です。南に走っています。11年連続ですと、改めてのリスタートの年という東洋大学。1区2年生、2区1年生、3区2年生、前田、4区に4年生、吉川、そして5区が去年山登り区間新の宮下という、今集団の一番後ろを走っている鉄紺のユニフォーム、東洋大学です。去年まで3年連続1区の西山を道路では使ってこなかった。今7キロを通過しました。この1キロは3分4秒。3分4秒、また3分台にペースが落ちています。塩澤がまたちらっと左手の時計を見ています。西山が往路を走らなかった、はい、東洋大学、まあ、どちらかというと往路に力をこれまでも入れてきた東洋ですが、ね、まあ、昨年はもう本当に東洋大学往路ですね、相澤選手の区間新記録、そして宮下選手も、ね、2つ区間新記録を出して、優勝したにもかかわらず、ね、それであんだけあれだけの結果になってしまったということでね、本当に悔しい思いをしたと思うんですけど、まあ、西山選手はあまり調子がやっぱり良くないのかなという気がしますね。往路に使えるような状態じゃなかったのかもしれませんね、はい、先頭集団が一つになって品川駅の前をこれから通過していって、さあ間もなく最初のこの1区のアップダウン、新八ツ山橋 7.8 キロが近づいてきています。東洋大学、今名前が挙がった東洋は今一番後ろを走っています。2年生の児玉祐介、宮城の東北高校出身です。西山和也選手からこの1区についてください。児玉選手は
もらったコーナーですね。やはり6号橋を渡った後の残り3キロがポイントなんだ、うん、そこまでをどう走るかを考えてということを西山先輩からアドバイスを受けたというコーナーです、まあ、そこまで、まあ、小刻みなこう揺さぶりあるんでしょうけど、あまり無駄な力を使わずに最後の3キロまで力を温存しなさいということなんでしょうね。終始東海ブルーの塩沢長身サングラスが集団を引っ張って、その左後ろ青山学院のフレッシュグリーン吉田啓太という体型は変わっていません。その吉田の右に帝京大学の姿があって4年生の小野寺、さらにその右センターライン寄りに駒澤大学の1年生白鳥、この前4人の三角形は変わりません。その後ろにギュッと集団が1つになって、集団の一番後ろが東洋大学の1年生児玉雅樹、21人が集団になって、さあ左に JR のガードが見えてきて、JR そして臨海線の電車も見えてきました。これから新安山橋のアップダウン、最初のアップダウンを越えていきます。 7.8 キロです。安山橋、新安山橋、かつてこの東海道と、まあ、国鉄の線路を越えるという跨線橋として作られたこの安山橋、新安山橋を今越えていきます。一つの集団で越えていきます。今この新安山橋 7.8 キロを越えました。大きな集団は変わりません。選手の左前から強い日差しを受けているこの1区の選手たちです。そしてこの新安山橋を渡り終えますと、京急その踏切のところに8キロのポイントが近づいてきます。いやかなり日差しが強いですね、キーさん。そうですね、サングラスをしている選手は少ないんですが、結構涼しいでしょうね。3キロ、選手の左肩から強い日差しを受けて今8キロを通過。この1キロも3分7秒手元の計測。先ほどの隊列、まあ、完全に三角形だったんですが、少しまたこう詰まってきてるんですよ、はい、ですから今東海の塩澤選手、まあ、ずっと引っ張ってはいるんですが、まあ、そろそろこう先頭変わってほしいなっていう気持ちに今なってるかもしれませんね。そうですか、はい、若干塩澤今鼻に手をやりました。少し口が開いてきました。まだこう走るフォームは変わっていませんが、それほどね、あの疲れたという感じではないですが、そうですね、そろそろこう、ね、先頭を変わってほしいな。後ろ、まあ、選手の後ろを作っているのは風よけになりますので、はい、かなりね負担が変わりますから、少しにまた集団がこう塊がぐっと詰まってきましたね。長身で他の選手が顎を引く走りの中、若干こう塩澤は少し顎を上げたような、そして胸を張ったフォームで今先頭集団を引っ張っている東海大学の塩澤です。今 8.3 キロから下がりましたよ、下がりました。あ、塩澤が今この集団の真ん中に下がって、そしてまた集団が横に広がりました。そしてねペースまた落ちましたね、これ。そうですね、はい、スタート直後ほどではないですが、塩澤選手が下がったことでまた誰も出なくなったような状況になりましたね。今年の1区どうぞ、飯塚さん。あの移動放送車に乗ってもです、乗っていても明らかにですねペースが落ちたというのを感じるくらいの落ち方で、今あの片側3車線あるんですが、その2車線いっぱいに広がるような形で選手が広がっています、はい、小川さん、このタイミングでのペースというのはどう見ますか。そうですね、まあ、塩澤君がですねやはりねちょっとこう、まあ、本人もそんな、ね、ペースメーカーになりたくないって思いもあったと思うんですけど、まあ、行くんだったらもうねやっぱり2分55だったり、まあ、2分50前半ぐらいでやっぱ押さないといけなかったんですけど、それがねあのできなかったので、ね、やっぱりそういった今ねペースを落として、まあ本当ジョグみたいな感じのね今ペースになってますけど、まあ、ちょっと中途半端な感じになってるかなっていう印象は受けますよね、はい。移動中継車、尾形剛さん、飯塚アナウンサーからの今リポートがありました。 8.7 キロを過ぎています。まあ本当に今リポートがあったように片側2車線の道路、これをもういっぱいに使うように、はい、今選手が広がっています。あの陸のこれコース時々、まあ、揺さぶりという言葉を使うんですが、スピードアップするのも揺さぶりですけど、こうやって下がるっていうのも一種の揺さぶりですよね。選手たちリズムを崩しますので、リズムを崩さずにま、前に、ま、横に広がった集団、前は5人、6人が前を引っ張っています。一番歩道よりイメージの1年生児玉雅樹、青山学院の吉田啓太、そして帝京大学の野寺、さらに創価大学の前に来て創価大学4年生の福田、さらに駒澤大学の1年生の白鳥、そして法政大学の3年生鎌田、城西大学の妻
張って、まもなく9キロです。今度はですね、明治の児玉選手前出てきましたね。そうですね、はい、インコースの歩道寄りから少し出てきましたね。はい、今9キロを通過して、この1キロが3分7秒で今この1キロを通過しています。時刻は今8時28分30秒を過ぎています。交通情報をお伝えします。交通情報センターどうぞ。はい、全国の高速道路の状況を関東甲信越地方からお伝えします。長野道が長野道の上りが増殖インターと厚見のインターの間がタンクローリーの火災のため通行止めになっています。その他雪の影響で上信越道は信州中野インターと上越ジャンクションの間、日本海東北道は荒川胎内インターと北陸道の木之本インターの間がタイヤチェーンや冬用タイヤなどの滑り止めが必要です。関越道の下りは下北パーキングエリアを先頭に1キロの渋滞、さらに関越トンネルでは乗用車の事故のためトンネルへの進入が禁止されています。雪の影響で水上インターと長岡ジャンクションの間はタイヤチェーンや冬用タイヤなどの滑りが必要です。みなぎっている選手がこの中にいます。